新型コロナウイルス感染症の感知者の5%から最大15%が採用性の反応を見せたという研究結果が出た。7日米国大手のブルームバーグ通信によると、王東都教北京大学第一病院感染疾病科主任はこの日、中国国家衛生委員会が開いた記者会見で、先のような分析結果を発表した。 ただ王主任は、採用性もの,のほとんどが発熱や咳のような症状が見られない無症状患者で、採用性ものが発生する原因を明らかにするための努力が必要であると付け加えた。韓国の場合、感知判定を受けて隔離解除された患者9419人のうち、 新型コロナの診断検査で陽性と判明した再陽性者は7日午前0時基準で365人となっている。再陽性者の比率は3.9%である。